はい、どうもカッパ園長です。さてと、じゃあこの動画ではね、どうやらね、小室圭さん、小室真子さん夫妻はね、アメリカ行くの断念すんじゃねえかなんていう話が出てきちゃったよ。まあそらそうなるだろうね。うん、だって試験には落ちるわ、クビにはなるわで。いや、なんかロイヤルチート足らねえんだわみたいな、今頃なんかこう秋篠宮サイドに文句でも垂れてるかもしんないけどもね。うん、まあ、なんかそうそううまくいかなかったんだってさ。うん、まああくまでもまだ渡米断念じゃないのかとね。うん、でまあこの要は宮内庁職員をね、召使い代わりにこき使うようなこの渋谷でのこのロイヤルビップ生活を継続するんじゃないのかみたいな、そんな記事まで出てきちゃって、さあ大変だ、これまた非難殺到しちゃうわね。うん、でもしょうがないよね。うん、だってことごとく嘘ついてんだもん、だって。ね。うん。で、まあ、小室圭さんがね、司法試験で、まさかの不合格、これ本当にさ、試験受けてもいないんじゃないかなんていう話がさ、ね、どん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 出てきてんだけど、大丈夫？まさか受験はしてるよね。これなんかか、週明けあたりこのね、なんか文春法とかさ、ね、あの辺からさ、ね、実は受験もしてなかったみたいな、この飛ばしてきたらどうすんのよ。ことごとく嘘つき夫婦扱いされるぜ、こんなんじゃ。で、でまあ一応今のところね、試験受けました、結果発表ありましたね、まさかの不合格と。でまあ眞子さんとアメリカでの新婚生活断念かだって。うん、だからさね、何でもいいっていうか、もうとにかく仕事もしてないのにさね、結婚してさ、どうやって家族養っていくんだって、そっからじゃん、そっからおかしいじゃんっていろんなところでいろんな人言ってたと思うんだけどね。うん、それだって生活基盤ね、ないんだからさ、うん、アメリカ生活なんてどうにもならないじゃん、だって。うん、でまあ合格者リストにね、名前がなかったわけですが、でまあなんかアメリカでの新婚生活が間もなく始まるというところで、またしても2人に苦難が待ち受けていた。ね、またしてもって何ですか、我々日本国民からのこれこれが何、苦難の一つ、第一の苦難が日本国民ですか。あーそうっすか、あーどうも。で、小室圭さんがアメリカニューヨーク州の司法試験で不合格だったことが判明したと。でアメリカで弁護士として仕事をするための第一歩をくじかれた形だとね。うん、くじかれたってなんかアメリカのね、うん、なんかアメリカサイドになんか問題があったみたいな。で、皇室を長年取材してきた記者が、ね、解説するだって、また無責任なこと言うんだろ日本時間29日深夜、マスコミ各社の記者の間で大騒ぎになった。ニューヨーク州司法試験、委員会公表した合格者リストに、小室圭さんの名前がなかった。クオーモロ・オーケイさんはあったんですけどね。あ、それもなかったんだっけ。まあいいんだけど。ただ合格者6名については名前が公表されてなかったんで、きっとその中にいるのではと噂されていたんですが、普通わかるだろう。まさかの結果に宮内庁にも広がる動揺だって。小室圭さんは留学先アメリカフォーダム大学を今年5月に卒業し、試験は受けた。ね、卒業はしてる。この設定はやっぱり譲れないよね。ここ崩れちゃうともうむちゃくちゃになっちゃうもんな。で、7月には司法試験を受けていた。ね、すでにニューヨークの大手法律事務所での弁護士の助手として勤務し、ちゃんと続けさせてもらえるんすか？ね。ちょっとここ、せめてここはもう一チート、二チート聞かした方がよくね。うん。で、眞子さんとの生活を送る高級マンションも契約済み。え？契約済みだったんだって。じゃあもう、ね、契約破棄しないと。うん。違約金発生しちゃうよね。うん。あれ？それもしかして税金で行く感じっすか？で、あとは、ニューヨーク州で弁護士資格を取得することができれば、お待ちかねの幸せな結婚生活がスタートするはずだった。試験は9227人が受験、63% に当たる5791人が合格。しかし小室圭さんに届いたのは不合格の通知だった。不合格である3436人のうちの1人になってしまった。この結果には宮内庁内にも動揺が広がったという。宮内庁幹部、何この宮内庁幹部って、なんだよそれ誰不合格を知ったのは NHK の報道だったと伺っています。宮内庁が一番恐れてるのは恐れてるのは秋篠宮様と紀子様の反応ではないでしょうか。なんだ君はどういうことなんだってなったんでしょうね、多分ね。うん、
ね、もうムキーなりますよね、きっとね。いや、大丈夫っすよ、お父さん、お母さん。任しといてくださいよってね。うん、なんかもう、思いっきり広げるだけ広げてね、うん、これでもかというビッグマウスを叩きつけたっていう話だったじゃないですか。あ、そこまでじゃなかったでしたっけ。でも大丈夫っす。ね、うん、大丈夫でーすって言ったんだもんね。うん、全然だったな。お二人とも小室圭さんが弁護士になり生活基盤が安定すると信じていたわけですから。信じてたとは思わないよね。一応そうは言ってたからってね、うん、ただそれをこう聞いてただけなんじゃないの。信じれないだろう。で、親として不安に思うのは当然だと思います。弁護士として働くことがアメリカ移住の大前提だったと。マスコミで不合格をいち早く報道したのは NHK のニュースセブンだったと。お、なんだ今度はマスコミの中でも NHK になんか標的に、定めたみたいな、そういう格好。NHK の報道によると30日の午前中、小室圭さんの留学の支援をしてきた奥野弁護士に、小室圭さんから電話があったと。小室圭さんは今回の試験の結果は不合格でした。大変申し訳ございません。来年2月の試験に再びチャレンジします。努力を積み重ねていきますと話し、眞子さんも小室さんの話をその通り受け止め勉強を支えていきたいと話していたという。この報道に対して京都通信も、不合格だったとの情報があり確認中、確認が取れ次第、速報しますと地方紙など、の加盟各社に、速報前の連絡を入れるなど、マスコミ各社が大慌ての対応になったと。普段からこうした情報に触れてる大手メディアでも、ひっくり返るくらいの情報だったということだろう。小室圭さんと、小室眞子さんの、アメリカでの新婚生活は、小室圭さんが大手事務所の弁護士として働くことが大前提になっていました。それが崩れるとなると話は全て変わってくるのではないかと思います。正直なところ不合格は想像していませんでした。なんかさっきの皇室担当記者とやらがね、うん、本当適当だよねこの人たちね。家賃が年収を上回る可能性。そりゃやってけねえよな。小室圭さんは勤務先のニューヨークの事務所で弁護士として働けば、まあ年収2200万はくだらないみたいな、そういう格好でしたよね。うん、だったが、助手のままだと年収は5、600万と言われていると。5、600万だって決して少なくない金額ですよね、今となっちゃうね。弁護士にならずとも、社会人1、2年としては十分な給料であるとも思えるが、眞子さんと2人で生活するマンハッタンの高級マンションの家賃は月80万はするとされていて、あ、これが契約したマンションの金額か。あこの80っていう数字はなんか縁起がいいのこれ。よくわかんないけど。家賃だけで年収を上回ってしまう可能性が高いと。ね。いや、普通に掛け算しろよ。超えてんじゃねえかよ。何言ってんだよ。で、まあ家賃が安いマンションを選び直すこともできるが、セキュリティが万全でない場所となれば、眞子さんの身の安全にも関わる重要な問題となってしまう。それは是が非でも避けなければならないだろう。さあここで秋パパの出番ですよ。うん。で、大事なのは眞子さんをちゃんと守れるのかということだと思います。お金だけが大事とは思いませんが、わざとらしい。生活環境を整えるのにはお金が必要です。まだ金銭問題も解決できていませんし、だからそっち先だろ普通ね。だって80万の家賃、まあ向こうのこの敷金礼金とかその不動産契約がどういう感じでかかるのか知りませんけどもね、ここでもだって400万返す機会はあったってことだよね。うん、ひどいよな、その辺だよ。で、まあ多くの関係者がこのままではアメリカでの新婚生活を断念せざるを得ないのではと心配してるんだってさ、宮内庁関係者の人が言ってるんですけどね。うん、そっちの心配。で、小室圭さんの母親と元婚約者の金銭トラブルについては、なんかそのついでに、ついでにこれについてもみたいな。おかしくない？なんかね、新婚生活の前にさ、ね、いや普通になんか仕切り直しでさ、なんか新生活ってなったらその前のそれまでのなんか一切合切を片付けてとかっていう発想ないもんかね。で、話し合いが思うように進まず解決には至ってない、なんか相手のせいにしてるぞ。小室圭さん今後元婚約者の対応は母親ではなく自分がやると話し、あーこれで勉強に集中ができなかったってやつか。弁護士として初めての交渉に意欲を燃やしていたが、弁護士バッジなしで対応することになったと。うん、え、それも何？相手のせいなの？アメリカでの生活を前に400万円に上る解決金を支払うのかという決断を迫られることになると見られる。
いや、だから支払わなきゃダメなんじゃないの、それは。で、眞子さんもニューヨークの美術館で働くという情報があるが、小室圭さんが眞子さんの稼ぎに頼らざるを得ないという形になってしまうのだろうか。いや、願ったり叶ったりじゃないのね。うん、インペリアル紐とかさ、ね、インペリアルニートみたいな。ね、うん、肩書きとしてはもうね、彼的には最上級なんじゃないの、うん、知らんけど。で、誰しもが、誰しもが、小室圭さんの合格を疑っていなかっただけに。界隈だけだろ、そんなの。うん、今後の二人の生活は不透明になってしまった。ね、何ニューヨークのあの、試験担当組織のあいつらのせいか。険しい道のりの先に光はあるのだろうか。だってさ、どう思いますこれ。うん。ね、まあ、これは、渡米断念じゃないですか。ね、うん、むしろこれ、筋書き通りじゃないの？計画通り臭いよね、これね。うん。だって一般人とは言い、ね、一般人とは名ばかりの、ね、だって宮内庁職員こき使ってさ、ね、お肉買ってきなさいよみたいな、そんな話までしてるらしいじゃん？うん。え、だって税金で動いてる職員をね、うん、私的にこうね、こき使ってるわけでしょ？うん。ねえ、うん。もう渡米する気ねえんだわ。ね、言っちゃえばいいんじゃないの？うん。ねえ。ちょっとなんか周りの視線が冷たいの我慢すればさ、ねえ、うん、ねえ、いつでも秋パパに連絡すればさ、何が起きてもどうにでもしてくれるんだからさ、ねえ、うん、アメリカ行くよりは安心安全で楽しそうじゃんよ。だって家賃80万の高級マンション契約したってありましたよね。うん、眞子さん頼みだったら、ねえ、うん、まさに完全にロイヤル紐、ね、うん。でも彼的には別に恥ずかしいことでもかっこ悪いことでも何でもないんじゃないの？うん。むしろそこがね、目当てだったんじゃないのかっていうぐらいじゃないの？ねえ、ゴールゴール、ゴールだよ。うん。ね、向こうで就職が決まってるとかさ、ね、そんな簡単に断られるのとか、ね、うん、そんな心配もする必要ないじゃん。ね、クビなんだし。ね、渡米はさ、ね、まあ無理っつうか、しねえ方がいいんじゃないの？うん。もうほら、席も入れちゃったんだし、ね、うん、無理にね、頑張るふりとかする必要ないんじゃないですか？うん。ね、もうだって、小室サイド、ね、小室圭さん、佳代さん親子の目的はだってほら、達成してるじゃんね。うん、そうそうそう。ね、そもそもの計画がだって普通に考えて、もうガバガバすぎというか、ゆるゆるすぎというか、それ計画って言っていいんですかみたいな、行き当たりばったりなとこあったじゃん。ねえ、うん。ね、うん。まあ、旦那さんは不合格だし、ね、お嫁さんの方はなんかなんちゃって PTSD なんでしょ？ね、最初から言いつくつもりねえんだわ。ほんとこういうの恥ずかしいとかなんかそういう感覚ないもんなんですかね。ね、よもやよもやでね、穴があったらじゃないですけども。まあこれ、普通に計算のうちだと思いますよ。あとは、ね、かよさん、お母さん招き入れて、もうロイヤル保護生活の完成です。が一応ゴールだと思いますけどね。さあ今度は2月の試験受けるって言っちゃった、これの言い訳だよね。うん、なんか適当な用事ね、でっち上げちゃえばいいんじゃないの。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。